私は大正7年生まれでですね、えー、鹿児島県の甑、うん、島ですねあの仙台市のちょうど沖合になりますけどそこで生まれましてで家族はですね、えー、7人兄弟でだで真ん中なんです。で 私のうちはあの祖父の代から大工でですねずっと私の私の息子まで息子はまあ建築あの設計士ですけど代々続いてるんです。 母親から通知が来まして送ってきましてね、長平検査のが通知を受けたり、それで長平検査に行ったんです。仙台市に行って、えー、旅館に行ったらそのおかさんがですね、あんた今頃来てって言うてですね、今日はあの学科の試験だよって言って人力車で送ってくれたんです。小学校だったんですね。で行ったらですね、もうあのみんな答案を書き終えてですね、 提出するところだったんで,すよで、えー、その、うん、学科の試験官が小学校の私たちの小学校の校長先生で梶原という先生だったんですけどね「いいから落ち着いて書きなさい」って言ってですね一人で答案を書いたんですよ。そういうことがありまして翌日が身体検査です。でえー、みんなもう身体検査の,この場面は もうどこも同じですからそれで一番最初に検査課の前に行ってね交渉合格って言ってですねそれから、えー、兵士をどこを希望するかというんで工兵隊を志願しますって言って言ったんですもう全員ほとんど全員が交渉合格、えー、それで、えー、今度は入隊ですね十、えー、う。 14年の1月10日久留米のお公平十八連隊に入隊するようにという通知が来たんですよね。それで、えー、その入隊の前のもうどこでもですけどねああの会があるんです村を挙げてですねあの神社で武運長級の祈願祭がありましてね。そその後その後晩には 親戚知事に全部集まって酒盛りがあるんですよ、えー、あの,倉庫あの送別会ですね。で、えー、のりを家の周りにずっと立ててですね、えー「ぶんちょう入園」「何の何がし」って書いて、上りをずっと立てましてね、えー、親戚がこれあの作って送るんですけど。で翌朝 今度はあの海岸に集まりましてね。それで、えー、浜でみんな集まって登りを立てて、それで、えー、万歳参頂して橋家に乗っていくんですけど、そうするとあの周りにはあ満貫色の,あの大漁端を立てた船がずっと見送りしましてね。それで翌朝家門をくぐって、それであのー 入隊しました。それで、焼いに並んでですね。それで、軍服をずっと、あの、用意してるんです。そこでも、う全部。裸になって、ふんどいし一つになってね、着替えるんです。と、その服がですね、もう古いんですよ。もう、あの中には、こう、ニ日中戦争の赤線が入ったズボンがあったりしてね。で、街灯はもう、ダブダブでこうして、で。 軍艦もですねあの中には右と左と門数が違ってですねで文句を言うとあんなそれを言うとですね文句を言うな足を軍艦に合わせろって,言って怒られるんです。 あの作戦に続きましてね、最後に相イタ作戦というのがあるんですけれど、これあの、うん、米軍との最後の戦争ですね。えー、法は一文もなくなるんですよ、ここで。日本は飛行機の一機も、それから海軍の軍艦の一隻もいなかったわけですから、向こうのやり放題ですよね。だいたい防衛全体中と,いうとあの五六 5,000人ぐらいおったんじゃないかと思うんですけどね5,000人ぐらいのうちまあ病人がおりますからその半分ぐらいかもしれませんけどあの100人ぐらいに減ってしまうんですよあの歩兵はほとんどもう減、ん、染で食料もなくてまああの生ゴムにかじりながら草を食べてということに書いてるんですけどそういうふうな あー悲惨なをしましてね、で下痢,が下痢してですね下痢中にはあの幸いにあの食欲が湧かないんですね痩し抜きですけどそれを切り取ってねあの中の,あのおがくずを絞り取ってでんぷんを取ってくるんですけど栄養分が全くないんですよでそれを食うとも,もうどんどん栄養必要でなくなっていくんですね。で 6月から7月にかけてはもう、7月頃には、あ軍司令官の玉砕命令が出ますからね。それで、軍司令官の、おあれで、玉砕命令でですね、憲兵はあ3人を相手に戦えと、両兵も一人相手に戦えと、動けない者もその場で戦えと。それで、あのーお、重症患者も、絶対、あのー、 捕虜になったら、ま、いけないということだったので、差、まあ、し違えて死ねっていうことなんですね。そういう命令が出てね。小銃弾がですね、普通はですね、歩兵はここに60発、それからここに30発ずつ、あ120発持っとるんです。それがもうあの30発から20発しかないんです。一人当たり。もうあの軍艦を並べて、艦砲射撃で撃ってくる。大砲70門して撃ってくるって言って。 それで、全部やられてしまったのに。方も一問もないわけですから。それで、まあ、あの、二十メートルに敵が近づくまで絶対撃っちゃならんと言われ,られたんです。それで,で、一段必ず一敵を倒せと、一発の弾で必ず一人を倒せと言われる。それで、そういう中で、え八、ー、月の十、十四日頃からですね、 ほとんど、報酬も聞こえなくなったんで、飛行機もあんまり来なかったんですよ。それで、えー、不思議だなと思って、あの、山崎総長を警察に出したりしとったんですけどね。そ,そういう時に、十七日になって、あの、証拠伝令が来ました。司令部から。終止になったって言って。あて。うちの、あの、川間中、菓子館が案内してきましてね。戦争終わったぞー、って言って、おめでたい。 たんですけど、これで1月に済んだという気持ちだけであとはもう何も覚えてないですけどねこの大きな船であの上陸したんだということでねそれで虫と沖、きいきに虫とがあってその大きはまた あ海陸両島っいうのがあって海軍がここにおったんです。で、ムシ島というとに、小さな島です。そこに行ってであのブラクごとにブラクの剣士ごとにそっとなんだろう散らばってですね、あの兵舎を作ってそこで、えー、過ごすんです。で、合、え、衆、ー、軍の給養ですけど主に米だったと思うんですけどね。一回あの新 戦時食をもらいましてね箱に入ってねほらねもうあのー、コンビーフからいろいろもうチョコレートまで入ってるんですよ俺れを見た時ねもうこれうでう戦争を負けるはずだと思ったんですねあの20年の年末にあのー、一層来ました福音神がですね そんな嬉しかったですね。これで帰れるんだということでね。あの、いろんなデマが飛びましてね。ご主オーストラに連れて行かれて、あの、重労働させられるんだとかいうようなデマが飛びましてね。その中に引き揚げ者が来たもんですから。嬉しくてね、みんな飛び上がったんですけど。 広くではね裏側に上陸していうな書いてるんですけど大竹です大竹に上陸しましてねそこであのー、船の上であの D D T ですか白いあれを噴射されましてねそれで服の袖口から襟からこのズボンのあれから噴射もうあの連隊長私の横にこうついていておられた。 気持ちがいいもっとやっておくれって言ったらもう乾いた空気がねザーッとして本当に気持ちがよかったですねあれね頭から全部してそれで連隊長も身を細めておられたんですけどそうしてそういううち上がってそれでえー、風呂に入ったんだろうと思うんですよでお風呂に入ってそれで着替えはあそうか着替えはもう海軍服着とったからそこで 給料をもらいましてね私たちはそのもう戦友たちに別れ言う暇もなくてあの連帯本部の連帯副官と、えー、初期の私たちの2人それからあ中隊長と人事係の順位ですね。 救命隊ですね。あの記者に乗って横須賀に向かうんです。横須賀に向かってあの入道車でしたからね、ゆっくりしてましたよ雪は。で広島を特別に見たわけじゃないんですが、また大きな都市を通るとですね、みんなやられそうでしょ。それでびっくりしましたけどね。それで、えー、ある駅に着いたらですね。 弁弁当弁当って言うんですよそれでええー、と思って窓からこう覗いたらですね本当に弁当売りなんですよ。それでそれ見たらね弁当売りたらしくなりましてねそれで5個買いました。5人おりました証拠はまた別のにしてあの車に私たちも、まあ、もちろん証拠待遇でありますけど二等車でしたからね同じ車に 5, あの5人おりましたから。 それで5個買いましてね、それでえー、したら私あの当時はこう向かい合わせにこう座ってたんですねそこに老紳士がおる60ぐらいの紳士がおりましてね「兵隊さんそいっぺんにそんなに食べるとお腹壊すよ」と言われて <laughs> 5つ持つったもんですからね <laughs> よっぽど私はそのあガチンタに思われたんですよね。 はいって言ってね、私はおかしいやら情けないやらでね、はいって言って頭下げていって、みんなのところに行って食べたんですけど、美味しかったですよ。それで、ああ、内ちもこんなに、あの、こんな生活してるんだなと思ってね。 鹿児島まで行ってやたいですけどで港に着いてで夕方父親と弟と,と迎えに来とりましたけどね目の前に立つまで分からなかったです。顔もむくんどったでしょうし海軍の服は着とるでしょう。それで分からなかったとびっくりしましてね。で家に行ったらね兄貴がねあの鶏閉めてねおったんですがそのお生地をね 茶碗に入れてね、門柱の上に置いとったんですね。それをいきなり打ってぐーっと飲んで難民さんでした <laughs> びっくりしたって言ってね。<music> ちょうどあのー、8月の6日です。姉があのー 2人の幼い子供を残して亡くなったんですよ。その時ねもうあの悲しみはもう全然わかんのですねあの戦場で戦友が死んでも目の前で死んでも何とも思わなかったですからねでね、後でね分の,の,の心がもうサクサクとしとったと思うんですよ。もう体も心ももうう体心 もうあ壊れとったと思うともうずたずたになっとったんですね。 そのホテルに行って晩ですね翌朝ですね3時頃だと思うんですよ。えー、これはもうあの夢じゃないんですけどねあの戦友たちがですね現れたんです。それで30人ぐらいの兵隊がねあの現れてねそのうち6名。 だったと思う、6名だったと思うんですよ。6名前にこう、あの、はっきり大きくして、後のもんはもうただ頭だけ、3列ぐらい並んでたんですけど、誰かなあと思うと、あの、顔を思い出さんだったんですけどね、あの、私が教えたら年の辺かなと思ってあの、新しい帽子かぶってね、で新しい軍服着てね、 それで顔はそうしてもうにっこり笑ってであの階級証がついてなかったですねそれを見てね本当嬉しくなって不思議なことがあるんだなぁと思ってもう間違いなく親友たちが会いに来たんだと今でも信じてねうん私はもうもこうして元気で生かされとるのはね親友たちのもうおかげだと思って彼らが守ってくれるんだという。 それで,、ね、でこういう話もね親分たちの無念さですね本当に無念だったろうと思うんですよ。こうしてね生きてきとればこうして孫もできてひ孫もできてい和な生活してるだろうに、ね、本当にもったいない人たちが亡くなったですからねそういうことでねもう機会があるごとに親分たちの話してるんですけど。 本当にありがたいことです。うんありがとう